はい、開封動画撮っていきます。今日開封するのこちらですね。アルティメットバトルズ01の、パック5パックですね。僕も必要なカードほとんど揃っちゃったんで、あとはシングルがいいかなっていうところで、まあラストですね。多分僕がこれをパックで買うのは、これで最後になると思います。なので、まあ、記念に5パックで買ってきました。どうしようかな。バラで買ったんで、どこに何があったのかってよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず順番的にこの左からいきますね。何かマスターか X が出ればいいかなっていう感じです。ノーマルカードもいらないんですけど、緑のレアか、バインディンググリーパーです。見えてないな。ライオットゴレムがカースガーゴイル、なんか見えてるわ。サイバーシャパード、シャドウリーフ、天使マリオリタステージ、あ、来た。デスペラードですね。アルティメットデスペラード。X です。まあ、X で出し元取れたよねっていうことで。欲を言えば、もう一枚ぐらい来てほしい感じがする。破滅への序曲、ウサギ、デストラクションと、これと、カナブーンと、ナイトイーグルですね。マスターです。これ2枚目かな、俺は確か。分身作る気ないんで、別にこういうのいらないんですけど。シャークハイドラ、デモンズパペット、ロブアームス、クワガタンク、ここ。で、よいしょ。あ、アーシアさんです。アーシアか。アーシア買ったのに。シングルで買ったのにさ、アーシア4枚目来たし。シングルで買う必要なかったね。ミカファールのデッキ紹介したいけど、あの時にこれ1枚パックで当たって2枚シングルで買っちゃったから、ここで当たるならっていう感じですね。アルティメットエンジュですね。はい。まあ5パック買って、1000円分で5パック買って、X1 枚、マスターが、2枚か。マスター2枚、X1 枚出れば、いいかな。元取れたかな、これは多分。はい。僕のこれが最後になってると思います。まあ次のパック買うとしたら、バーストの、何でしたっけ。バーストのあれだと思いますね。はい。では今回は、アルティメットバトル01の開封動画でした。